田ちゃん、おはようございます。おはようございます。今日は、はい、視聴者の方に、はい、りさちゃんに聞きたいお悩み相談をやりたいと思います、はい、いつもはおしゃべりでお悩み解決してたんですけど、今回は実践というか、まあ、練習場でできる解決策をやってみたいと思います、はい、よろしくお願いします。お願いします。なんか質問たくさんいただいてそうなんですよ。めちゃくちゃ来ちゃいましてですね、はい、ちょっと一つ一つテーマを絞って答えてもらいたいと思います、はい、まずアイアン編からいきたいと思います。まずアイアン編なんですけれども、はい、来てる悩み、リリースやフリップ動作、うん、ちょっとイメージ湧きます、うん、岡田優さんで、うん、アイアンのリリースが早くフリップ癖があります。ハンドファーストがうまくできずに悩んでますっていうお悩みです。ハンドファースト、うんうん、インパクトで、そう、多分ゆるこうなっちゃって、そうそうなっちゃって、あのインパクトではもう逆くの字みたいな痛いそう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 、逆くの字は痛いね。なあ、多分この形ができない、できないってことだと思うんですよね。なるほど、はい、そうですね。解決策としてはこう多分右手の力が多分強いと思うんです。基本的に左手を意識してもらいたいんですけど、左手のここの角度、グリップした時にできるここの角度ありますね、うんうん、この角度を基本的に、変えないというか意識してほしいんですけど、フリップしちゃう時ってここからこう垂れちゃうと、うんうん、ここが伸びちゃう。本来ならばこうでないといけないんですけど、で右手が多分ちょっと強くてこう押しちゃうみたいな、押しちゃうような動きしてると思うので、左手一本で球を打つような練習ドリルをするといいと思います。なるほど。私もやりました、これは。やりました。ね、ただ難しい。結構根気が必要。うん、やってみよう。ピッチングぐらいで。ピッチングぐらいでやるのがおすすめ。左手一本で、この、これがこうなった瞬間、打てなくなる。そうだね。この角度を、最初はボールにクラブを当てるぐらい。ボールにクラブを当てる。おお。てかまっすぐ飛ぶんだね。めっちゃやったから私もすっごいこうやってになっちゃって、うん、ダフルっていう動作、また手首痛めたりとかして、でこの左手一本打ちで結構この角度を気にするようにドリル練習をしました。男性は結構慣れればできると思うんだけど、女性は難しいよね、キープがさ結構難しくて、当たらなくてもいいので、その意識だけ、うーん、そのようなドリル練習で、まあ、これピッチングぐらいです。はい、で、まあ、まあ長いクラブより短いクラブの方がやりやすい。ピッチングぐらいで全然ドリルなので、でこの意識をちゃんとクラブがこの間も多分言ったと思うんだけど、こういっちゃうともう重くて打てなくなるから、うん、しっかりまっすぐ上げてこの角度を保ったまま打てたら最高。まあ、同じような質問で、はい、滝安さんが脱力してもしっかり握ってもグリップエンドからダウンスイングをしようとしても何をしても動画を見るとフリップをしてしまう何をしても、だからそれも同じですね。そうですね、まあ同じドリルで、うん、はい、やっていいと思います。林さとしさんっていう人も同じですね。リリースのタイミングやや、はい、やや、やや、りんタイミングや、やり方でいやいや意識されること、リリースで意識してることありますか。このリリースで意識してることはさっき言ったようにこう手が落ちることだけは絶対ありえないので、落ちないようにこの角度を保ったまま、できればこのグリップエンドをちょっとこう
て下ろすような意識をするとイメージ湧きやすいかもしれない。フリップエンドを地面に押す、向けて下ろす、こういうこのままこの穴が下に行くようなイメージで、もう一人に同じ質問で、新一さんがどうしてもコックの時が早い、まあ一緒ですね、一緒ですね、はい、で素振りの時はそこまで気にならないですか、ボールを打つとなると気持ちが出ちゃってボールに向かっていくのが行っちゃうんですよねっていう。なるほど、はい、そうです、多分その質問は全部一緒で、まあ、右手が強く出すぎちゃってクラブを押してしまうか、うん、っていう感じですかね。この角度だけ結構、この一本打法は結構いいと思います。一本打法、あの片手だけの、片手一本落ちちゃうとか垂れちゃうとかいう悩みだと結構いいと思います。ちょっともうちょっとじゃあやってもらおうかな。で右手は後ろで、おお、さらに右手は本当にいらないものだと思ってもらって、いらない、結構右手いらない、右手いらない、いやてかまっすぐ飛ぶのがマジですごいめちゃくちゃやった、わけわからずやってた、何の意味があるのかなみたいなぐらい地道にコツコツとって感じ。なんか結構球をポコポコ打っちゃうからもったいなくてできないとかあるかもしれないんだけど、不良の練習場とかあるじゃんコースで。そうだね、あのコースで練習場終わりとか、うん、まあ、ちょっとボールが安いところに行ってみるとか、打ち放題とかね。そうね、ドリルやるときはそういう感じで。で、そんな長く持つ必要がないから真ん中ぐらい、うん、クラブは真ん中ぐらいで結構いい感じじゃないですか。これでこれ結構きついです、女性は特に本当に難しいです。そのなんか体の使い方とかはどうなの、その時の体の使い方はそんなに動かしてない、半分本当にちょっとしか上げないから、腰ぐらいまでしか上げないから、まあ、何も考えないっていうのはないけど、それなりにこっちは力は入れるとこは入れてる。今やっぱしてほしいのはやっぱここの角度で、どっちかというとこっち。ちなみにダメなやつやってもらっていい？ダメなやつ、その片手練習でこれは本当意味ないんでみたいな、ダメなやつ、ね、ダメなやつ、あーただのただ下ろして当たりましたくらいはちょっとあまりでも音が違うね、うん、うん、本当チョロか、うん、ゴロか、うん、トップか、うん、っていうミスが出る。まあこれで結構フリップ動作、リリースが早い人は、はい、だいぶこの目ができて、うんうん、自分で打とうと思ったらすぐ分かりそうだしね、なんかもう速くなったりとかも、自分で行ったって時とかもう片手だからすごく分かりそう、だいぶ爪がね、うん、身につくと思う。あー、うん、あー分かる、今ちょっとこう、うん、こうなった、うん、全然違う、晴れちゃうの、うん、じゃないので広い心で見ていただければなと思います、うんうん、なので何が一番自分にとって分かりやすいかと、何が一番合ってるかっていうのを
ちょっとずつこうピックアップして聞き入れてもらえたらなと思います。100人いたら100通りの教え方があると思うので、自分にこれは合うなって思ったものだけ取り入れてもらえたらなと思います。ペコリペコリ、バイバーイ。チャンネル登録お願いします。